飛騨川をね登ってきまして、今週も伊達町に入ってきましたですね。19号線から県道を登ってきましてね、ここからが伊達の町で、伊達駅、東伊達駅が向こうにあります。この渓流から吹き上がってきます風がとてもひんやりとしてますね。ここはどうも温泉に行く道だったと思うんですけども、現在はやっておられないようです。こういう渓流を見てますと、いつも何の魚がいるかなと思うんですけどね。まあ一般にこういうかまどこというのは粘土質の土が流れるもんですから、あんまりですね水はきれいじゃないことが多いんですけどね。まあこの先は温泉施設があったようなんですね。伊達駅のね、裏ぐらいになります。これ建物なんですが、なんとなく雰囲気がね、鉄道建造物のような感じがしますね。この奥に、まあ、駐車場のようなものがありますけどね、その辺りが駅のホームや駅前となっていたと思います。まあね、日帰りトンネルの入り口を探しているんですけども、前方が伊達駅と、そしてこの道急勾配を上がってきますね。これかなり急なんです。そしてもう山の斜面に入るので、おそらく私の想像ですが、先週の想像は右側を通っていたということでしたが、おそらくこの今私が立っている真下のあたりにトンネルの入り口があり、この先山が急になっていくに従ってトンネルは山の下の方を通っていると、そういう状態になっているのではないでしょうか。この道路の左側ですね、まあこの左の下、地下といいますか、この辺だったかなという、もしくはこの道路を作った時点でね、線路跡を埋めた可能性はありますね。先ほどのね、道路を上に上がってきますと県道66との交差がありますね。この辺りから山の高度がぐっと上がってくるんですけど、この66号を上に通したあたりですね、まあ、おそらくそのあたりにトンネルの出口が、まあ、そのあたりなのか、もう少し下の方なのか、そのあたりに出口があって、先ほど登ってきた道路はもう少し平坦になっていたんじゃないかと、そこで電車が通ってたと考えられますね。そしてこの山の中ですね、山の真下に約300メートルぐらいのねトンネルが、まあ、地下に走っているということだと思います。山上のねバス停の方からちょっと集落の方に入ったんですが、これが旧鉄橋跡ですね。ここにかつて、まあ、道路を渡る鉄橋がありましてね、こういったタイヤなんかね、よく線路脇に埋めてあったんですけど、まあそんな感じになってまして、反対側なんですが、線路跡になるんですけど、まあ、ここからですね、約直進して700メートルぐらいですかね、歩きますと日帰りトンネルのもう片方の方のね入り口で、まあ、そのレンガ造りのね、入り口がある、大正時代製の、まあ、立派なトンネルなんですが、まあちょっとこの藪の状態をかき分けて入るのは難しいかもしれない。
ここには神社がありまして、何か、何ですかね、あれはとっくりですかね、そういったものも飾ってあると。まあ今日いい天気ですしね、紅葉が本当に紅葉しておりまして、まあちょっとねここ入っていくのは今日はちょっとやめようかなと思っています。まあ今日はなかなか冷え込んでるんですけどね、この偶然ですが紅葉した紅葉と青空が非常にいい感じでして、この丘が廃線跡、先ほどの鉄橋の跡ですね。そして、これがダチ山の中へどんどん入ってきまして、奥に日帰りトンネルがあるらしいと。そして、こちらは山上神社ということになりますしね、前方ぐらいに時総合公園があります。この何ですかね、この石を積んだ橋脚跡といいますかね、歴史を感じさせる重々しいものですね。反対側はこうなっていますね。そして向こう側に山上駅があると思われます。山上駅プラットフォーム跡となりますですね。このホームが意外と長いです。まあ駅舎も何もありませんけども、おそらくまあこのクソなね、方々の左手が線路ですけど、隣に工場もありますから、まあ貨物積み出しが結構メインだったかもしれないですね。まあ、山上駅のね向かいになりますけども、まあ、今日はいろんな色の紅葉のね紅葉を見ることができました。そして駅にはこのようにね桜並木があったんですけど、まあね、古い木はもう枯れてしまってということですかね。これ道路は下へ下ってますけど、まあここが駅のホームの端ですかね。ここからホームが始まっているという、そうですね。右手奥に特急総合運動場があります。このね前方の桜並木の築堤がですね、昔の線路跡なんですね。ですので。もうね廃線になって50年になりますけども、この辺りはね現役線の時は春は随分見事な眺めだったんじゃないでしょうか。そして、この辺りもね小さな洋業の、まあ、工場などはぼつぼつ見られますね。山上駅の方から日帰りトンネル方面を見ておりますね。右側が神社です。そしてここの下を道路が通っておりまして、ほぼ直線でですねこの山の中を列車は貫通していき、立山を日帰りトンネルで抜けると、そういった最も険しいルートがねこの辺だったと思います。